母の手帳。一人っ子の私は、両親にとても愛されながら育ってきた。特に母は私を可愛がって、私が何か失敗をしたり、ちょっとした悪さをしたりしても怒ったりはせず、ニコッと笑って許してくれた。親としては少し甘いのかもしれないけど、私はそんな母が大好きだった。ある日学校から帰ってきて、リビングでテレビを見ていると電話が鳴った。母からだった。まなみ、今スーパーに買い物に来ているんだけど、冷蔵庫に人参があるかちょっと見てくれる？私は、ちょっと待ってねと言いながらキッチンに向かった。そして冷蔵庫を開けようとしたとき、あるものが目に留まった。冷蔵庫の上に置かれた一冊の手帳。あれ？と思いながら、私は冷蔵庫を開けて、人参があるかないかを確認し、母に伝えた。電話を切った後、私はそっとその手帳を手に取った。手帳は、母が昔から肌身離さず持ち歩いているもので、ずいぶんボロボロだった。私は小さい頃から、この手帳のことがすごく気になっていた。何をしても、笑って許してくれた母。でも覚えている。私が何か失敗や悪さをするたび、母がこの手帳に、さらさらと何か書いていたのを、そしてそれは今も続いている。私は手帳に何が書いてあるのかずっと知りたかった。好奇心に支配されて罪悪感を抱かず私は手帳を開いた。無造作に開かれた手帳のページの真ん中にはこう書かれていた。今日の学びマイナス3点。残り168点。検索。自分の名前でネット検索をかけてみた。すると十数件、同姓同名の人たちが検索に引っかかった。研究者とか会社の経営者、同じ名前でありながら全然別の生活をしている人たち。その中に〇〇のページというホームページがあった。この〇〇の部分が私と同じ名前。そのホームページはプロフィール、BBS だけの初心者が作った感じのよくある個人のホームページだった。プロフィールを見ると、自分と同い年であり、趣味などもよく似ている。BBS を見ると、常連っぽい人が5、6人いるらしくて、この手のホームページとしては、まあまあ流行っている感じ。なんとなくお気に入りに登録して、時々見るようにした。しばらくするとコンテンツに日記が増えた。日記はまあその辺のサイトによくある内容の薄い日記。今日は暑かったとか、日本がサッカー勝ったとか、そんな感じのもの。ある時、日記の内容が自分の生活とよく似ていることに気がついた。はじめに気がついたのは野球観戦に行った時だ。その日、そのサイトの管理人も同じ球場に行ったらしい。
その時はもちろん偶然だな、としか思わなかった。球場には何万人もの人間が行くんだから。次の日の日記は、会社でミスをしたことについて書いてあった。私もその日、会社でミスをして少々落ち込んでいた。次の日も、その次の日も、よく見ると日記の内容は、まるで私自身の生活を書かれているようだった。大半は、カレーを食べたとか、CD を買ったとか、大した偶然ではない。だが、それが何ヶ月も続くと気味が悪くなってきた。ある日掲示板を見ると、常連たちが管理人の誕生日を祝っていた。その日は私も誕生日。それでいよいよ怖くなってきて、初めて掲示板に書き込みをすることにした。しかし、書き込みをしようとしても、名前や内容を書くところに文字が打てない。書き込めないどころか、文字すら打てない。おかしいな、と思っていると、あることに気がついた。それは掲示板ではなくて、ただのページだった。つまり、一人の人間が、掲示板っぽく見せかけて作った、一つのページだったのだ。一体、何のためにこんなことを、とすごく怖くなって、管理人にメールを打った。はじめまして。私はあなたと同姓同名の人間で、よくこの、のような当たり障りのないメールだ。そして次の日、そのページを見ると、すべて消されていた。メールボックスには一通、見つかった、という返信があった。チャット。数年前のことだけど、あるチャットでの会話に毎晩参加していました。そこはいつも同じ常連さんたちがいるチャットで、毎晩のように同じメンツでたわいのない会話をしていました。そんなある夜のこと、いつものようにそのチャットに入ってみると、いつものメンバーではなく、初めて見る見知らぬハンドルネームの人たちばかり、四五人での会話になっていました。雰囲気が違うので、おかしいな、とは思いつつも、URL も間違いなく、いつもの場所であることを確認して、間違いがなかったので、戸惑いつつも、私はしばらく、その、見知らぬ人たちの会話の様子を眺めていました。会話の内容はなぜか、〇〇さんが先日自殺をしたとか、三角三角さんはまだ死なないだろうとか、そういう会話の流れになっていました。〇〇さんとか、三角三角さんとか、名前が出てくる人にも心当たりはありません。なんだかそういう会話ばかりで、場違いなところに来てしまった思いで、ぞっと寒気がしてきて、違うサイトでも見ようと、私は一旦そのチャットを抜けました。でも、おかしいな、と思う気持ちが強くて、ものの五、六分後に、もう一度同じチャットに再入室してみました。するとそこには、いつもの見慣れた常連さんたちの名前が並んで、いつものたわいもない会話の光景になっていました。私は狐にでもつままれたような気持ちになって、チャットをしている常連の人たちに、さっきみんないなかったよね、いつ来たの、
と尋ねました。常連さんたちは、1時間くらい前からいつものようにみんな集まっていたよ。そんな答えが返ってきました。さっき知らない人たちばっかりだったんだけど、そう言っても、そういう人たちのことは知らないという返事。私が数分前に入室した時の、あの見知らぬ人たちのチャットの光景は一体何だったんでしょうか。あの時は本当に怖くてたまりませんでした。それ以降は、あの見知らぬ人たちのハンドルネームは一度も見かけたことはありません。